さて、物置の探索をしていきましょう。かしこまり、何があるかな。楽しみだねー。電源ケーブルを見つけました。そして孫の手。孫の手。中の人の家にもあったけど、いつの間にかなくなってたな。そういえばそうだな。どこ行ったんだろうな。とりあえず、お友達さんの部屋へ向かっています。確かベッドの下に何かあったはず。やりました。2階西の部屋。この隣の部屋だね。ここですね。さて、一体何があるのでしょう。おや、誰かのお部屋ですか。誰のでしょう。どちらのお部屋もすっきりしてていいな。本棚もちゃんと整頓されているもんな。薄い本ですって。写真集の方だろ。エロ漫画雑誌かもしれない。おま、せっかくぼかしたのにわらわら。直球ストレートでしたね、わらわら。恥ずかしがることじゃないよ、わらわら。なるほど。お友達さんのお兄さんの部屋だったんですね。あ、電源ケーブルはすでに持ってますよ。ああ、ここを調べる前に見つけてたのか。停電しているのは、あのクマが出てきたとこだけなんだ。見つける前に血圧上がりそうだな。リアル感想やめて。塩分の取りすぎには気をつけろよ。インスタントラーメン食べた後は息苦しくなりますよね。黙れ、中年ども。中年ちゃうわ。ゆずきゆかりさん17歳ですよ。シリアス吹っ飛んでるよ。開始2分。敵も出ないので平和すぎてつい。俺は悪くねえ。俺は悪くねえ。なるほど、つまり家を燃やせばいいんですね。かっ飛びすぎだろ。どうしてそうなった。放火管理班のゆかりさんにお任せあれ。あ。斬新な落書きですね。60点。点数つけるな、わらわら。あ。プラーガかな？プラーガですかね。バイオちゃうわ。さすがにこれは怖くはないですね。首なし死体が動くとか普通だもんな。霊現象じゃなくなったからゆかりに余裕ができてしまった。どうも、すみません。はい、粘着テープ、ゲットントン。これを、どこへ。はいはい。あの廊下ですね。いざ、出発。かしこまり。死体は動くものだろ。動くものですよね。嫌な常識だな。ここの鍵はどこでしょうね。ヒントなかったよな。なかったと思うよ。まあ、いつか見つかるでしょう。ここは、塩水発見。濃度はどのくらいなんだろうな。固体を？中の人は、それで作りそうで怖いですね。加減をしろうな。油も発見。では、これを家中に巻いて、火をつけます。やめー。ふむ。他には何もないようですね。では、2階へ行って、暖炉に火をつけましょうか。あ。ふさふさ。やめて差し上げろ。ここホラー。首だけというのは慣れてないからね。この間見たアニメの首遊びシーンは、ゾワッとしました。はい、最初に火の準備だな。では、2階の広間へ行きましょう。来ました。あれ？もう1回。燃やし物。マッチ。あ、書庫にあった古本ですか。本を燃やすのか。燃えるかな？ショコショコ。あぶねえ。ナイス回避。よく避けられたな。セーブしてなかったのでやばかったです。
物置に高価な壺があったよな。それを投げようぜ。投げよう。投げよう。物置、物置、おっとずれた。うらぁ。ナイス投擲。ふふん。それじゃ、古本を暖炉へ持っていこうぜ。かしこまり。持ってきました。ちゃんと燃えるかな？まず古本を暖炉へ放り込みます。次にたっぷりの油を注ぎましょう。マッチを吸った時の匂い好きだったりします。火を消したろうそくの煙の上にマッチの火を近づけると、ストンって感じにろうそくに火がつくの好き。説明下手か。すまんな。ではでは、本日のメインディッシュを探しに行きましょう。そういえば中身は米だったか。これが焼き米。いない。うっぱ。掃除が大変だ、これ。こっちは綺麗なままか。いない。前回の動画のご視聴、コメント、マイリストなど、ありがとうございます。ありがとうございます。宣伝広告してくださった方もありがとうございます。ありがとうございます。いない。切ない。確か使い終わったマッチじゃなかったっけ？だったような気がするなぁ。会いたい時に会えない。ゆかり、震えるの？開かない。ほんと、あそこ何の部屋だったんだろうなぁ。気になるよね。鍵もないっぽいし、中がどんな感じになっているのか見たかったな。うん、鍵ないね。ないな。クマ、どこ？あ、粘着テープの用意をしていませんでした。あっぷな。気づいてよかったな。これでよし。あとはクマを探すだけだね。どこ？見つけた。見つけた。それは、こっちのセリフですよ。ふふふふ。ゆかり、こわね、こわね。おっと失礼しました。よし、これでクマも捕まえたな。焼き米にしてやるぜ。ジュルリ。つーかまあ会えた。あれ、塩水口に含んでないのか。塩分だばでは暖炉へポイしましょう。え、待って待って、このカウントダウンなんです？めっちゃ不吉なカウントダウンだね。なんか動きも鈍くなってきてないか？ああああ、やばいやばい。あ、これ呪いで鈍くなってきてるの？急げー急げー。あと少しです。頑張って。間に合えー。間に合ったー。やったぜ。焼き米一丁上がり。まじない遊びに使ったお米はさすがに嫌です。やったか。私の勝ち、だ。私、この戦いが終わったらご飯食べるんだ。お腹空いてるんですね。シリアルでも食ってろ。あ、本当に終わりのようですね。
お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れさん。